ありがとうございます。次はですね、ちょっとクリスマスから離れはしないと思うんですけども、皆さんがご存知のクラシックの方を一つ入れたいと思います。ベートーベンの悲壮、ソナタ悲壮の三楽章、よくCM でも流れてるので、ちっちゃいお子さんも聞いたことあると思うんですが、すごく有名な曲で、ベートーベンというとすごくなんか難しそうな髪型と顔で覚えてるかと思うんですけども、彼はとても繊細なんですね。じゃあ、その映像でもちょっと聞かせていただきたいと思います。Thank you.
続けて4曲いきたいと思います。ウィンターワンダーランド、アーベツッテヘムヨ、お星が光る神の御子は、教会のようなイメージがすごく多いんですけども、今日はそんな神聖な気持ちも持って書いていただけるといいかな。クリスマスぐらいしかそういう気分がなかなか日本人は味わえないかなと思いますので、その際なので今日だけでもキリスト教な感じでよろしくお願いします。